静香です。1月7日土曜日です。今日はこれのお話です。これです。 SIM カードです。本当に吹けば飛びますね。でその前にちょっとだけ、昨日やってた製本木工用ボンドをたわいて、こんな感じでここがもうカチカチです。なので普通の本みたいに燃える状態なんですが、まあ、一応これだと一番終わりの方とか一番最初の方とかがこう取れてきやすいので製本テープで留めてしまいます。製本テープはちょっと長めに切って、で出来上がりです。頑張って取扱い説明書を見ます。この SIM の話なんですけど、私この iPhone を使ってるんですけども、 SIM フリーの iPhone を使ってます。2013年の秋に突如として Apple が SIM フリーの iPhone を売り出したんですね。でそれまで全く SIM フリーということに興味がなかったんですけれども、まあ興味あったんですけども、あまり売ってなかったですね、SIM フリーの携帯端末というのが。売っててもあまり自分の好みのタイプのものではなかったので、で iPhone の SIM フリーを売り出したということで、まあそこで興味が湧いたんです。それで、秋に売り出して1月ぐらいだったかな、ちょうど買い替えの時が来たんですね。それまでソフトバンクに入ってました。それで、思い切ってその MVNO、日本語で言うと仮想移動帯通信事業者っていう、モバイルバーチャルネットワークオペレーターですね、 MVNO というのを初めてその時2014年ですね、だからちょうど2年経つんですけども、B モバイルっていう日本通信という会社の、その時あんまり選択肢なかったんですけど、B モバイルっていう、日本通信のサービスに入りました。で SIM を送ってきて、自分で SIM カードを入れて、それで設定をすれば全く問題なく使えるわけですよ。中身の SIM っていうのはドコモの SIM なので、ドコモと何ら変わりのない品質で使えると。一番変わったのは料金です。私の場合は仕事で使う、外で使うことはもちろんあるんですけども、半分ぐらいはまあ編集してるわけですよ。でここのオフィスは Wi-Fi がもちろんあるの で外に行った時も、撮影っていうのは実は撮影してる時は携帯は使わないわけですよ。どっちかというと電源切っとくわけです。で前後、例えば、まあ、待ち合わせの時とか、まあ、場所を探す時に地図を見たりとか、そういう時には使うわけですけども、本当に一部分なんですね。で打ち合わせとかロケハンとかの時は、まあ、多少使うことがあるので、まあ、そういう時はデータの使用量とかも増えるかもしれないですけど、まあ、それでもわずかです。私の場合は月間2ギガバイトぐらいしかデータを使ってないことが分かって、で結局それだったらもう全然安くなるんじゃないかなと思って変えてみたら、思ってたよりもっと安くなったんですね。で現在はだいたいね、電話の通話料を除いて1800円までですね。だいたい1600円とか1700円ぐらい。それまではソフトバンクで6000円から7000円ぐらいの間。これ多分他の人よりはそれでも安いぐらいだと思うんですけど、まあ、パケット使用代にしてたらだいたいそれぐらいの値段に今なってたので、まあ、払ってたわけですよ。で、それはまあ電話代込みっていう、まあ、2年間はそのなんか分割で払ってることになってるんですよね。だから電話代込みなんですけども、だいたい iPhone を3年間使うとすると、
まあ、9万円の iPhone を買って、3年間使うとしたら1年間3万円ですよね。そうすると月々だいたい2500円ぐらいなわけですよ。2500円にその1800円を足しても、まあ、4300円ぐらいしかいかないわけです。そうすると、まあ、6300円としたら2000円安くなるわけですね。だ年間24000円。それで今も高校生とかも普通に携帯電話持ってるわけですけども、高校生とか大学生も授業中は使わないわけですよ。だいたい行き帰りとか昼休み、まあ、昼休み使う人も多分少ないと思うんですけども、だいたい行き帰りですけど、朝はみんな忙しくてあんまり使ってないと思うんです。だいたい放課後ですよ。そうすると外で1時間ぐらい使うのであれば、そんなに実はデータ量使わないんですよ。それは外で動画ばっかり見る人は別かもしれませんけども、普通そんなことしないですから。そうするとパケット保証代にして、なんかすごくまあ便利は便利ですけども、とてももったいないことをしていることに、まあ、気づいたわけです。最近インターネットで調べましたら、まだこの MVNO、まあ、別名格安スマホっていうふうに言われてますけども、それを使ってる人は全体の 15% ぐらいしかまだいない。これどういうことなんでしょうね。で、その使わない理由っていうのは、品質になんかちょっと問題があるんじゃないか。最初はなんかデータ通信が遅いとか、いろいろそういうことが言われてましたけど、私が使ってる限りは全くそんなことないです。普通です。もちろんなんか例えば何ギガバイトまでっていうデータを超えた場合はスピードが遅くなるとか、そういうことはあるんですけども、それもなんか契約の仕方で、まあ、例えば私が使っている B モバイルだったらおかわり SIM というのがあって、使った分だけ払うような形になってるわけですね。1ギガバイトずつなんかこう何百円かの仕切りがあって、使った分だけ払うというふうになってますから、まあ、そういうなんか速度のこともほとんど気にせずに使えます。もう一つその SIM フリーを使う利点はですね、海外に出張とかによく行く人はもうすでに使ってるとは思うんですけども、海外の SIM に差し替えて使えるんですね。そうすると海外パケットし放題とか今どこのキャリアもやってると思うんですけども、ものすごく高いんですよね。1日に2000円とか3000円とか払ってまあ、パケットし放題になるわけですけど、海外でまあ3、4日過ごしたらすぐ1万円とか超えちゃうわけですよ。1ヶ月とか行ってたらもう大変なことになるわけです。なので大体もう昔どういうふうにしてたかというと、海外用のなんか端末を向こうで買う。例えばこういうちっちゃい端末をこれ現地で買うと3000円ぐらいなんですよね。日本の SIM を国際ローミングで使うよりも全然安いので、そういう使い方をしてたんですけども、今はもうこれも使わなくてもこの iPhone の SIM を差し替えるだけで使えるわけです。で、例えば先ほどこれ飛ばしちゃった SIM ですけど、この間アメリカに行った時に、最近はこういうのがAmazon で売ってるんですけど、トラベル SIM っていうのが売ってて、事前に日本でも買えるんですね。7日間のもので確か3200円ぐらいだったと思います。で、これで500メガバイトぐらいのデータと SMS と電話番号がもらえるんですね。で、海外でSMS とか電話番号があると何がいいかというと、現地の人との連絡が非常にまあ有効的になると。国際ローミングして国際電話で現地の人と連絡を取ってると、やっぱり電話してくれないんですよ、やっぱり。ところが電話代が安かったらどんどんしてくるし、 SMS もどんどん売ってくるし、だからそこが現地の番号で使うという一番いいとこです。単にだから自分の値段が安くなるっていうことだけではないわけですね。まあそういうことを感じながら、ただこれもまあ使い捨てみたいなものなので、もったいないっちゃもったいないですけど、まあ、3000円って言ったら大体国際ローミングしてたら2日で終わってしまいますので、それを考えるといいと思います。で、帰ってきて、一応また今度行く時のために、どこが良かったとか、一応簡単なメモを添えて、その使い終わった SIM と、それから現地の通貨の残りと一緒にビニール袋に入れて、これにいろんな国のやつを保管してるわけです。まあ、あえてこんなことを私が言わなくても多分いいと思うんですけども、なぜかあまりにも
使う人の増えるスピードがゆっくりしているので、なんかもったいないなと思って、今日はちょっと喋った次第です。今何分喋りました？もう14分も喋っている。それでは今日はこの辺で。